ですね、挿し木の様子、5月挿し木の様子ですね、見ていきます。もう夕方です。夕方で温度はこんな感じです。今日水やったんでね、水を、1回目ですね、1回目の水です。1回目の水をあげました。バッシャバシャあげました。バッシャバシャあげると腐っちゃうんでしょうか、わかりませんけど、まあ1回目なんでと思って、特に変わり映えはなく、そうですね、最近のあれで言うとあれですよ、これ全部下をこう開けたんですけど、これで足りるかどうかわかんないですよね、わかんないんです。実際40度いきました、昼間午後から出勤の時ですね、午後から出勤の時にちょっと様子だけ見ようと思って、あったけえなと思って、気温自体はね25度予報だったんですよ。25度ぐらいの予報、まあまあ上がっても30度ぐらいかなと思ってたんですけどパッと見たら40度、そんで湿度が 30% とか、と思って、で慌てて、まあ、全開にしていったんですけど、でまあ今日ちょっと後ろもめくってもあんまり意味ないんですよね、あんまり意味がなくて、あそこはもっとがっぱり開けました。で配置も少し変えました。葉っぱが出てるのを前に持ってきた感じですね、日が当たるように。で上もさっぱりしました。これで一応全体的に日が当たるようになったはずなので、特に変わり映えないんですよね。もう元気いいっすね。水あげすぎたかなずっと上げてなかったんでね、上げるときはちょっとやった方がいいのかなと思って上げたんですけど、でもホースでプシャーっとやるだけですけどね、そんなにそんな 下から鉢の底からびっちゃびちゃ出るほど上げたわけではないです。特に変わり映えはないですね。いや言うてもね、この間3日前ぐらいに気温、最低気温9度っていうのがあって、その時に温度障害出たんですけどね、やっぱ10度下回って9度8度になると、うち関東でも寒いところなんで9度の予報が出たらうちだともうちょっと下がっちゃうんですよね。8度とか7度まで下がっちゃうんで、どうかなと思ったんですけど、新芽は相変わらずずっとやられ気味だけど、どうなんですかね。ちょっと短い動画になっちゃいますけど、うちの成長の株はこんな感じです。水あげすぎたかなと思ってはいるんですけど、明日もいいお天気で気温高いんで、風が強いんですよね。風が強いから多分乾くのも早いだろうと思って、水を少し多めに撒いちゃいましたこれが吉と出るか凶と出るか分かりませんけどね。で少し肥料も少し入れました、炭化鶏粉入れましたね。炭化鶏粉を入れました。ただ根っこがね、多分まだ出てはいないじゃないかなとは思ってます。ちょっとね、明日も休みになっちゃったんですよね。明日も休みだから、ちょっとあの辺のやつを一度ひっくり返して中の様子を見てみたいなっていうのをやっていきたいなと思ってるんですけど、明日できるかどうかわかんないですけどね。葉っぱが出てても根っこが出てないみたいなのが結構あるんですよね。結構あるから、まあどうでしょうわかんないですけど、まあそんな動画です、とりあえず今日はこんな感じでですかね、はい、これで動かないのは全然動かないですね。もうダメなのもあるんだろうけど、ちょっと
動き始めてもダメになってはいないんですけど、ちょっと場所的にこの辺増やしてあれなんかもうダメでしょうね。ちょっと増やしてもしょうがない、あの実験的にやってる分なんですね。去年からずっとあの辺ちょっと整理したいなと思ってます。その辺の動画をまた上げていきます。興味のある方どうぞチャンネル登録お願いします。久々に短い動画です。